よ。大量のプラレールに大きな新幹線、いろんなアトラクションもあったから、みんなでプラレール博を見てみよう。レッツプレイ。イエロー三三号出発。はやぶさくもりんごも行きます。いつか僕たちも自分たちだけのプラレールが欲しいな。二人とも着くぞ。じゃじゃーん、これはプラレール箱。ここに行けばオリジナルの電車が作れるわよ。やりそう。それじゃあ早速プラレール箱に出発進行。ということでやってきました、プラレール箱。4月27日から5月7日までやってるわよ。楽しそうなものがいっぱいだ。ワクワクするね。入場記念品としてこのプラレールのどれかがもらえるわよ。全部欲しいから何回も行きたい。早速入場して。うっしょー。うん、いろんな新幹線がある。2人とも興味津々ね。いろんな種類のプラレールがここに集まってるんだね。初めて見るプラレールもいっぱいだ。奥に進むと、うわぁ、大きな新幹線だ。本物みたいだね。動いてるし、すごい迫力で。これに乗ってお出かけしたいな。こっちにはどひゃー、巨大なジオラマだ。北から南、日本列島をイメージしたジオラマになっているのよ。富士山はあるかな。一緒に探してみましょう。どこに富士山があるか探してくれるお友達はグッドボタン。僕たちの探し絵本が出たよ。下の概要欄からゲット。あれは宮城県で、こっちには名古屋城があるよ。北海道には時計台もあるわね。それにあれは、富士山発見だ。プラレールと富士山、いい眺めですな。お友達のみんなも自分の町がどこにあるか探してみてね。日本旅行してるみたい。日本一周プラレールの旅だね。見て見て、線路がタワーになってる。いろんなプラレールがガタンごと走ってるね。こっちのタワーもすごいよ。ドクターイエローもビュービューン。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。あ、パンダみたいな電車だ。白と黒で可愛いわね。駅を通過したり、いろんなコースも盛りだくさんだね。ビュンビュン走って気持ちよさそう。こんな風に僕たちも線路を作ってみたいな。ぐるぐる走らせたい。いろんな電車がいろんなコースで走ってるの大迫力でかっこいいな。一気に走ってるのがたまりませんな。こっちには大きなハヤブサだ。二人ともここを押してみて。ポチッとな。うん、なんか出てきた。これは小町だ。大きい。まさか、おお、連結した。かっちょいい。なかなか見られない瞬間を見れちゃうのよ。シンクリオンも発見。後ろの方までじっくり見れちゃうね。なんか始まるみたいだよ。これはゴーゴービークルズ。僕たちも仲良くなりたいね。こっちには何があるかな。ここはアトラクションゾーンで、いろんな遊びが体験できるわよ。ねえねえ、プラレール釣りだって。この竿を使って好きなプラレールを釣っていくの。慎重に狙って、穴に通して。いい調子よ。やったー、プラレールゲット。釣ったプラレールは一個だけ持って帰れるわよ。やったー。みんなも上手に釣って釣り名人になっちゃおう。ねえ、こっちはプラレールスロットゲームだって。コロコロ回して3つ同じ電車で揃ったらクリアよ。えいえいえいよ。揃い揃い揃い、すごいわ。一発クリアね。みんなもコロコロ挑戦だ。こっちには車庫入れゲームがあるよ。車庫入れ。プラレールを走らせてここに入ったらクリアよ。外れの場所もあるからタイミングが大事だね。さーて、どうかなどうかな。ドキドキするわね。お、ちょうどいいんじゃない。で、惜しい。もうちょっとだったわね。見て見て、こっちには網だくじみたいなレールがあるよ。その通り。好きな場所から走らせてあのゴールにつけばクリア。ランダムで進む道が変わるから運が大事よ。どこにしようかな。ここにしよう。
団子トーン。トンネルくぐって、いいぞいいぞ。やったー、クリアだ。二人とも運がいいわね。そしてここが、じゃじゃーん。なにこれ、真っ白のプラレールだ。こんな感じにオリジナルのプラレールを作りましょう。オリジナルのプラレール？好きな色のペンで自由にお絵かきしていくの。お友達のみんな、とっても上手だね。僕もこんな風にお絵かきしたい。よし、次はオリジナルの電車作りで遊んでいくよ。いい。プラレール博は4月27日から5月7日までやってるわよ。詳しいことは概要欄をチェック。巨大なジオラマもあるし、新幹線の連結も見れちゃう。いろんなアトラクションもあるし、入場記念品ももらえちゃうよ。オリジナルのプラレールも作れちゃうから、みんなもプラレール博に行ってみてね。クイズタイム。はやぶさと連結したのはどの電車だったかな。1ドクターイエロー、2新幹線こまち、3新幹線かがやき。わかったお友達は LINE で教えてね。トミカトミカプラレール。そうだ、そんなプラレールサウンドチェンジマイステーション4ウェイ。いろんな音がたくさんあるよ。4つの駅に変形だ。テイクプレイ。三沢駅、三沢駅。兄さんさん、曇り駅も作ろうよ。いいね、作ろう。楽しそうね。こんな感じでつなげて曇り駅の完成。いい、つなげただけじゃん。三沢駅と同じだよ。それはマイステーション4ウェイね。フォームウェイ。4つの駅に変形できるの。すごいすごい。音もたくさんあるの。各駅停車発車します。やったー、電車が来るぞ。やべった、大きい駅作れるかな。やってみよう。遊んでみたい子はグッドボタン。ただいま開通しました。駅が大きくなったわよ。くっすりくっすり。レールがない。ガチャ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 。どいつ、レールはいただいてつく。返してよ。やだね、意地悪。プラプラレール、プラレール、プラプラプラレール。え、つながった。まあね。なんだと、こうなったら暴走のイツが発進。もらい。にして避けましょう。急いで組み立てないと。フォーウェイ変形、ワイドステーション。やったー、すごいじゃない。どこ行くんだ。さよなら。ならレールを組み替えちゃうぜ。このままだと衝突しちゃうわ。ぶつからないようにするには、これとこれを組み合わせたら。じゃあこれ。あーもう。なにそれだ。防衛変形クロスステーション。はい、クモリン天才です。たまたまでしょ。
もうやめなさい。これはどうだ。ほいほいほい。邪魔されてるわ。レールも足りないし、もうどうすればいいの。僕だってわかんないよ。よし本読もうっと。ちょっと、これもダメだ。この2階建てステーションはどうかしら。やってみよう。防衛変形2階建てステーション、やったやった。でもレールが足りないからぐるぐる回れないよ。この本面白いな。そうか、くもりんそれ借りるよ。いいところなのに。本をこうして置いてみると、まっすぐな道ができたわね。これでいけるかな。いけた。作れるわね。お店があるわよ。ええー、おしゃい。うちは休日だよ。そばください。このレール弁当いかがですか。コメントをください。店内でお召し上がりですか。はい。食べ過ぎよ。そうだ。みんなもやってみてね。クモリン。みんな。困ってる。サンさんとクモリンでございます。今日はこれ。プラレールの障害物コースを作ったよ。ビー玉トラップを走り抜けて無事にゴールできるかな。私は N700 系新幹線。コースを作ってみんなで走らせよう。いいね、負けないよ。ピュピュー、僕だって。うん、僕もピュピュピュー。え、なになに。ってバナナちゃん、食べようと思ってたの忘れてた。もうこんなにたくさんあったら通りにくいじゃないのよ。通りにくい。ピコッとひらめいた。ねえねえ、二人ともこのコースを障害物コースにして走らせてみない。楽しそう。やろうやろう。よし、じゃあコースもパワーアップだ。一緒に遊びたい子はグッドボタン。すごい、おっきい。ビー玉に、そこに、で、レールがない。僕走らせてみよう。マーク1番いくよ。レディーゴー。ビー玉トラップだ。うん、うん、クモリン残念。うん、もう一回。いい感じ。うん、難しすぎるよ。ごめんごめん、ちょっと多すぎたみたい。よし、一気に行くぞ。ビー玉トラップ通過。坂を越えて、あげりゃあげりゃあげりゃ、うへへ、ハラハラドキドキ楽しい。次は僕のドクターゲロー。いっけー。あー、ビー玉少ない。僕の時たくさんだったのに。えへへ、バレた。ねえねえ、いい感じだよ。ほんとだ。ぐるっと走って、上り坂。かっこいい。ここはやっぱり難しいか。
でもコースが大きいと楽しいの。ピピュピュンって走るところがかっこいいよね。ちょっと私残ってるんですけど。わあ、そうだった。2人の新幹線に負けないくらいかっこよく走っちゃうんだから。いくよ、スタート。イケイケゴーゴー、ビー玉トラップ頑張って。惜しい、もうちょっとだったのに。今度こそいける。 N700K いきます。さあどうだ。ビー玉と一緒に走ってる。倒れないでね。駅の周りをぐるっとしていい感じ。あー、ビー玉さんさようなら。坂を登っていけるかな。惜しかった惜しかった。途中までいい感じだったもんね。倒れちゃったのは悔しいけど楽しかった。ねえねえ、次は全部連結させてみない？ナイスアイディア。私もっと大きな坂走らせたい。早く遊ぼう。うん、みんなもオリジナルのコースを作っていろんな電車を走らせてみてね。クイズタイム。僕が今日遊んだ新幹線は何だったでしょう。1、はやぶさ。2、ドクターイエロー。3、N700K。 僕ちんの答えはそうだ。皆さんお待ちかねの3番勝負。今回の挑戦者は燃え盛る茜色の流線形、小町。かかってこーい。ブルーとゴールドの伝統美、輝き。絶対絶対勝つもんね。今回のバトルの内容はこちら。1回戦は綱引きバトル、2回戦はかっこよさバトル、3回戦はドキドキマウンテンバトル。1回戦スタート。いけー、こまち。力持ちの輝きちゃんなら勝てちゃうもんね。輝きのパワーが勝っているようです。このままではまずい。何か方法は。はやぶさ、そうか、こまち、はやぶさと連結。おっと、サンサン選手、小町をハヤブサと連結させた。強すぎるわ。小町の勝ち。連結して2台でなんて、そんなバナナ。よーし、作戦通り。続きまして2回戦。このコースをかっちょよーく走れた方が勝ちよ。かっちょよくってどういうこと。先行はサンサン選手。レッツゴー。坂道からの橋、トンネルも順調。残すは駅への停車です。停車しまって、うわー、クノリーのバナナのせいで転んじゃったよ。うん、ごめんごめん。最後にアクシデント。ここクモリー選手はどうか。輝き出発します。坂道に差し掛かります。おっと、暗いトンネルも輝くハイパワーライト。これは最高にかっこいいわ。停車します。停車まで完璧ね。この勝負は輝きの勝ち。運とバナナも実力のうちよ。最後の3回戦はドキドキマウンテンバトル。機関車トーマスドキドキマウンテンセットで丸太を落とさずに坂を降りられた方の勝ちよ。やるぞーやるぞーやるぞー。僕の小町が勝つと思ったお友達はグッドボタン。ノンノン、僕の輝きが勝つと思ったお友達はグッドボタン。それじゃあ一緒じゃん。まずは丸太2個で勝負よ。登っております。どちらもセーフ。勝負がつかないのでもっと丸太を増やします。もう一度登って
お待ちはどうか。落ちた。落ちなければ輝きの勝利ですが、こちらも落ちた。くもり、悔しいです。あとちょっとだったのに。結果、3番勝負は引き分けね。勝てなかったけど、どっちもかっこよくて楽しかった。みんなは、こまちと輝き、どっちが好き？みんなも真似してみてね。レッツプレイ。お片付けしないと線路の上を走れないね。プラレールを箱にお片付けして。あ、こまち遊んでおんの。箱もっぽい。ちょっとくもり、お片付けは二人ともつくも。電車のお片付けと言ったら車庫だ。すごい。レゴで作ったの。これなら遊びながら作れるわよ。プラレールで車庫作り。応援してくれる子はグッドボタン。まずはレゴの板を用意して、プラレールと同じ長さになるように広げていくわよ。レゴとレゴをピタッとな。おお、きなレゴの板ができたね。そしたらレールをセットして。3連できた。レールが動かないように固定するわよ。ポチポチポチ。どんどんレールポチポチポチ。あとは柱を作って、くびくび組み立て。早く新幹線を着入れしたい。僕はハヤブサを着入れしたい。パンパンスパパンスパパンパン。丈夫な柱ができたわね。早速停車させていこう。ミュンミュンミュン。停車します。ドクターヒーローもバビューンと停車。そしたら屋根を作って、ビューンと。これで車庫の完成だね。車庫に止めれば散らからない。さーて、はやぶさも停車させてって。満車だ。まだプラレールは残ってるのに。これじゃお片付けできないよ。どうしよう。ピコッとひらめいた。レゴをもーっと使って、巨大な車庫を作ろう。さっきの屋根の部分にレールを置いて、おお、2階建てにするんですな。ポチポチポッチン。くみくみ組み立て。ポンポンスポポンスポポンポン。いい感じ。新幹線を停車させて、どんどん片付けていくわね。屋根をつけたらできた。2階建ての車庫、大きいですな。ここからさらにレールをセット。まさかプラレールが全部入る巨大な車庫にするもんね。どんどんくみくみ組み立てよう。パンパンスパパンスパパンパン。車庫入れたい。はやぶさにトーマスも。ビュンビュンビュン。余ったレールをここにお片付け。レゴで何でも作れちゃうね。じゃじゃーん、プラレールの巨大車庫完成。大迫力ね。1階にはドクター、2階にはコマチもいるよ。3階にはハヤブサにトーマスもいる。これでいろんなプラレールをお片付けできたね。それにここにレールをくっつけたら、パンパンスパパンスパパンパン。出発進行。車庫が駅になったわ。巨大ターミナルとしても
遊べちゃう。僕この新幹線を走らせたい。僕はハヤブサ。ガタンガタン。もっともっと走らせたい。だったらレールも2階建てにしてレールをグミグミ。じゃじゃーん。ふっしょー。いろんなプラレールをもっと走らせよう。遊んだらレールをお片付けしてプラレールも車庫に停車。1階に2階に3階まで。これならすぐに遊べてお片付けも楽しくできるわね。お部屋も綺麗になったし、トミカもプラレールも散らかってない。みんなもレゴで巨大な車庫を作って遊びながらお片付けしてみてね。クイズタイム。グモリンが最初に遊んでた電車は何だったかな。1ドクターイロー、2はやぶさ、3こまち。わかった子は LINE で教えてね。僕はマナナを停車。そうだ、グモリン。今日遊んだのはレゴの巨大車庫。レゴで巨大な車庫を組み立ててパンパンスパパンスパパンパン、どんどんグミグミ組み立てよう。大きくていっぱいプラレールを停車できる巨大な車庫。次はどの電車をお片付けしようかな。みんなもレゴで巨大な車庫を作って遊んでみてね。今日はこれで遊ぶよ。プラレール乗車確認出発進行、丸ごと鉄道体験、 E5 系はやぶさコントロールセット、電車を操縦する職業体験ができるよ。レッツプレイ。出発進行。次は三三駅。三三駅、その駅は通過します。ちょっと、次はバナナ駅。バナナ駅。あ、それは僕が言うの。いいじゃんいいじゃん。スピードアップ。早すぎ早すぎ。そのままはそれへピュン。ちょっとちょっと、それじゃあ飛行機じゃん。ずいぶんはちゃめちゃになってるわね。つくも、クモリンが勝手に進めちゃうんだ。だってバナナ駅にも行きたいし、お空も飛びたいんだもん。僕だって三三駅に行きたかったよ。こらこら、喧嘩しないの。これで遊びながら鉄道体験をしてみない。なにこれなにこれ。離れた場所から新幹線や電車を操作してお仕事体験ができるおもちゃなの。楽しそう。それじゃあ早速遊んでみましょう。一緒に遊んでみたい子はグッドボタン。まずはプラレールに新幹線をセット。ここが出発地点で、ここがゴールだね。それじゃあ車掌さんの練習をしてみましょう。新幹線を動かすんだね。うん、それは運転士さんの役目。車掌さんはドアを開け閉めとアナウンスをするのよ。そうなんだ。ドアが開きます。あれ、何にも音が鳴らないよ。まずは列車キーを A にしてからよ。あとそこは操縦レバー。ドアを動かすのはここよ。あ、そっか。開ける、閉める。クモリン逆よ。あれ、ほんとだ。開ける、閉める。間違えないようにしないと。次は出発前にホームのお客様にアナウンスをするわよ。アナウンスマイクを持って20番線からはやぶさ1号新函館北斗駅が発車いたします。次は上野に停まります。ホームのお客様は黄色い線までお下がりください。あー、つくもかっこいい。じゃあ僕がやってみる。20番線からはやぶさ1号新函館北斗行きが発車いたします。次は上野に停まります。ホームのお客様は黄色い線までお下がりください。サンサン上手ね。それじゃあ次は運転手さんの練習。待ってました。ここを動かすんだよね。あ、動いた。目指すはバナナ駅。あれ、止まっちゃった。なんでなんで。今度は早くなった。早すぎてバナナ駅通過しちゃう。いや、今度はバック。もうどうなってるの。ストップ。ここを見ながらレバーを傾けるのよ。
まずはゆっくり。新幹線がゆっくり動いた。じゃあレバーを一番下まで下げるわよ。速くなった。一番上にレバーを上げるとマックしてる。レバーを少し下げれば止まれるわよ。もう一回やってみる。まずはゆっくり進むぞ。スピードアップ。あれ、止まっちゃったよ。早くしたいときは一番下まで下げるのよ。あ、そっか。じゃあ次はゆっくり。あれ、バックしちゃってる。どうすればいいんだっけ。ここじゃなくて。くもりん、落ち着いて。間違えちゃっても落ち着いて考えれば大丈夫よ。それじゃあ最後は駅員さんの練習ね。ここのボタンでいろんなアナウンスを流すのよ。出発進行。はっ、びっくりした。それは危険を知らせるボタンよ。出発の合図はここのボタンを押すの。ボタンが鳴った。ホームの確認をするときはこのボタン。かっこいい。このボタンは何かな。押してみて。あ、アナウンスが流れた。自動放送ボタンよ。覚えることがたくさんあって大変だ。天才くもりんはもう全部覚えました。本当に。それじゃあ次は本番よ。くもりん、協力して新幹線を動かしてみよう。よし、頑張るぞ。二人とも頑張って。まずは出発の合図。ホーム上の確認。ホームドアが閉まります。ドア開閉レバーを動かして出発進行。ここまで順調ね。今日も新幹線をご利用いただきありがとうございます。次はバナナ駅。バナナ駅に止まります。ちょっとくもりん、次は上野でしょ。あ、そっか、失礼しました。次は上野に止まります。よし、ここでスピードアップ。ホームにぴったり止められるかな。多分大丈夫だと思う。さあさあ、もうすぐだよ。うん。あ、しまった。スピードを落とさなかったから通り過ぎちゃった。二人とも落ち着いて、もう一回チャレンジよ。皆様ごめんなさい。もう一度ホームへ向かいます。そのまま動かないで待っててください。今度こそスピードを落として、ここでストップ。あ、少しはみ出してる。正しい位置までバックしよう。よし、これでオッケー。上野でご乗車お疲れ様でした。ドアをオープン。ホームドアが開きます。二人ともお疲れ様。新幹線を動かすのってこんなに大変なんだね。大きくなったら車掌さんになろうかな。他の新幹線や電車と組み合わせても面白いわよ。みんなもプラレール乗車確認出発進行丸ごと鉄道体験 E5 系はやぶさコントロールセットで遊んでみてね。じゃあ次は僕が新幹線を操縦するぞ。そうだ。ご乗車ありがとうございました。今日のお絵かき。Thank you.